おはようございます。ミッキーファームです。今日は2023年6月の10日です。今日はですね、少し早いんですけれども、じゃがいもの収穫に来ました。このように見ていただいたら、もうすでに枯れてるんですけれども、いつもならだいたい6月の末ぐらいに収穫してるんですけど、今回今年はえらいもう早いことこんなも枯れてしまってきたんで、まあもう枯れたらもう収穫時期ということで、今から収穫していこうと思うんですが、今年は3畝こう植える時にも、実験でしてるんですけれども、まず一つが、いつもの通りぼかし肥料を、5層に入れて畝立てしたところに植えたもので、その次はこれは、マッシュルームの背筋症ですね。これを、まあ、ぼかしのように同じように5層に、伏せて畝立てしたところに植えたもので、最後はこちらなんですが、これは畝立てした上に、畝立てして植えて、その上に背筋症を、こう、 うっすら乗せた感じの畝にしました。まあ、この3種類で結果がどういうジャガイモの大きさに成長しているか見ていきたいと思います。はい、それではまず、これはいつものように、安田ぼかしを入れた畝ですね。こちらの方を収穫していきます。ちょっとね、今日は土がドロドロなんで、もうちょっと乾いた時にやりたいんですが、でももう梅雨で雨が続きそうなんで、今日とりあえずやっていこうかなと思います。ちっちゃいなぁ。今回はこれ結構芽かきをね、今回2本残しで今回やったので、おー、これちょっと大きめ、ちょっとちっちゃいな、やっぱりな。個数はあるけど、どうやろう、もうちょっと置いとう方がええんかな。もしかしたら今日これ試し掘りでやめるかもしれない感じです。うん、ドロドロやし、とりあえずちょっと一つ二つだけ、やっぱりちょっと試し掘りにしましょうか今日は。しかし、なんでこんな枯れるんが早いんやろ。うわ、これちょっと火が当たって青くなってる。
数はシェリーは相変わらず多いね。個数はね、種芋ね。お、これ大きい。これいい。お、これも大きい。いいやん。土がもう泥でちょっと重いな。ああ、いいな。行ってまうか。はい、それでは見ていきたいと思います。まずこちらですね。こちらは通常のぼかしを入れて作った畝に植えたじゃがいもです。まあそこそこ大きなものもあって、個数も小さいものから大きなものまでいい感じでたくさんできています。その次、これがマッシュルームの背筋症を5層に埋めた畝で植えたんですけど、こちらの方も先ほどのぼかし、まあ、これなんかもね結構立派な大きなじゃがいもできてるんで、あんまり変わらないかな。まあでもやっぱりぼかしの方が、やっぱりぼかしの方がちょっと数も大きさもいいかな。まあでも背筋症もそこそこいいです。で最後にこれなんですけど、ここの畝は中には畝の中には何も入れずに表面に背筋症を巻いた畝です。こちらはもう明らかに出来が悪いです。小さいし数も少ないし、これは失敗ですね。ということで今回の結果は、まあ通常ぼかし肥料があれば、まあ、安田ぼかしですね、安田ぼかしの畝が一番出来が良かったということで、やっぱりそうですね、何も入れなかったり表面に乗せるだけでは、ダメでした。これからじゃがいもを作られる予定の方なんかは、まあ、これも一つの参考にしてもらえたらと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター、インスタグラムもやってますんで、フォローの方お願いします。それでは、いってらっしゃい。